みなさんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は桜花賞の予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は関西馬が7勝して2着は9回、連帯率副賞率ともに関西馬がリードをしていますが、ここ最近はグランアレグリアにスマイルカナ、昨年の里のレイナスにファインルージュと関東勢が巻き返してきています。この観点で見ていきますと、サークルオブライフやプレサージュリフトなど関東馬で重賞を勝った馬が揃って今回はできますので、侮れないところです。また馬券に絡んだ馬の前走距離はほぼマイル組がなんと9割にも及びます。同じトライアルにもかかわらず、フィリーズデビュー組はアイムユアーズにレーヌミノル、アトラスシーサイドの3頭だけしか馬券に絡まず、1年に1頭馬券に絡んでくれればありがたいくらいの成績でした。フィリーズレビュー組やフラワーカップ組もそうですが、 1400m の勾配ステークスを勝ったホラブリューテですとか、アネモネステークスを勝ったクロスマジェスティにとってはデータ上不利な状況です。また前走 1800m 組も最近で馬券に絡んだ馬は存在しません。ということで、前走距離の時点でもうお気づきの方も多いかもしれませんが、馬券に絡んだ過去10年の30頭のうち半分以上がチューリップ賞組、そして阪神ジュビナイルフィリーズ組とフィリーズレビュー組で3頭ずつ、クイーンカップ組が2頭と続いており、馬券に絡む馬の前走レースはだいぶ限られてきます。そのとばっちりとまでは言いませんけれども、フラワーカップやアネモネステークス組はここ10年では馬券に絡めていないということで、かなり馬券に絡む馬の前走には気をつけておきたいところです。そして馬体重についてですが、これも展望動画でお伝えした通り、420キロを割った馬の副賞率が極端に悪いです。これはジョアドビーブルなど人気馬であっても適用できるルールで、過去10年で馬券に絡めたのはレッドリベールとスマイルカナだけでした。今年の出走馬に当てはめてみると、前走420キロのラッキーライラックはギリギリですけれども、前走414キロのピーハイにとってはちょっとやや厳しい状況です。意外と440キロを切ると勝率もだんだん悪くなってきており、430キロ未満でここを勝った馬は21世紀では2006年のキストゥヘブンだけでした。ナミールも前走430キロということで、データ上としてはやや気になるところです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は1勝して2着3回、現在8連敗中で、2番人気の方が格段に馬券に絡みやすいところですが、連帯した20頭のうち14頭が1番人気から3番人気と、人気どころは結構盤石です。ちょっと面白いのは、単勝3倍台4倍台がパーフェクト年代の一方で、単勝1倍台2倍台が8戦して1勝止まりと、人気馬に変なプレッシャーがかかっているところは気になるところです。人気が集中してしまうと徹底マークをされるのでしょうか、不利となる傾向ですので、ますますナミュールの取り扱いに困りそうな状況となっていきそうです。それ以下の人気からは一気に副賞率が落ちて、2桁人気で馬券に絡んだのは9年前のプリンセスジャックのみと結構厳しい状況です。5番人気以内のワンツースリーは3回ということで、半分近くは固く収まってしまうレースなんですけれども、3連複の万馬券は3回、3連単の万馬券オーバーは2回と、2桁人気がなかなか来ていない分、全く荒れないとはいきませんけれども、特大の配当にはなかなかなってくれないという状況で推移をしています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はウォーターナビレラです。前走はバグに入れてみてどう動くかを試してみたようですが、特に嫌がることなく推進力に影響はありませんでした。前を行くサークルオブライフを待たなくてはいけないところで、なかなか追い出せなかったせいか、竹豊騎手が入れたステッキは2発だけ、対するサークルオブライフは7発もステッキが入って上がりタイムが同じくらいなんですから、横並びの位置取りでしたら取られていた可能性もあります。この中間はいつも通りの追い切りでしたけれども、実戦さながらの仕掛ける追い切りで突き抜けてみせました。枠番の実績はそこまでないんですけれども、数字的にはナミュールの大外18番枠と変わらず、何より今回どうしても逃げたい馬というのが内側のカフジテトラゴンぐらいしかいませんので、例年に比べてペースが落ち着きそうなのは追い風となりそうで、後ろと同じ足色であれば前が残る可能性も考えられますし、例年1頭は先行馬が残るレース傾向
ですので、それがこの馬にとっては吉と出ると見て本命としました。そして対抗はサークルオブライフ。前走は内側有利かつ前残りな馬場だったのと、馬の行きたがる気持ちも相まって先行してみましたが、試す価値があったかのような3着でした。ゲートでイライラしたり、久々の競馬で気持ちの面が悪いところも出ましたけれども、これでガス抜きが完了と思っても構いません。その効果もあってか、最終追い切りでは内外の馬がガンガン追っているにもかかわらず、この馬の手綱は動かないままで、しまいは構想入れ11秒台前半ですから、もう関東の会員さえだったらば本命にしていたのかもしれません。輸送に慣れているとはいえ、1ヶ月くらいで2度目の輸送となりますから、そこでストレスが溜まってしまいそうなのは気がかりですけれども、あえて在休で国枝調教師の手元に置いていただけに、その調整力も見逃せない一頭となりそうです。そして3番手にナミュール。前走は1番人気らしく結構なマークがついてしまい、直線の途中でブレーキをかける場面も見られましたけれども、馬群から離れると一頭別次元の末脚を繰り出して堂々と優勝しました。この中間は友の踏み込みが大きいので疲れが出やすいんですけれども、そこは外球でしっかりとケアをしてきましたので、1周前の追い切りでは51秒4と自己ベストを掲示、激走した反動の面の不安は払拭できそうです。普通に走れば突き抜けてしまいそうですけれども、あくまで競馬ですから、人気馬なりのマークが厳しかったり、スタートもまだ克服しきったとは今の段階ではなかなか言い切れないところです。大外枠の一番人気は昨年の里のレナス、ハープスター、そして競泳マーチと昭和から令和まで続けて馬券圏内には来ていますので、そう簡単には切れませんので、この評価としています。以下アルーニングウェイは全然人気がないんですけれども、ウォーターナミレラの次に先行馬で警戒したい一頭かと思いますし、ライダックも直前輸送さえクリアすれば具合の良さもあって本来の末脚も期待できそう。なんだかんだ言ってもノーザンファームが8年連続連帯しているわけですから、有力どころはきっちり押さえた上で冒険をしたいと思います。それでは開目です。本戦はウォーターナミレラの単服、そして生まれボックスです。勇気を振り絞って人気の16番18番はあえてカットをします。そうすれば問い紙も出てきません。当初は生まれんとワイドも考えましたけれども、配当が高が知れてますので、大きい配当も含めたこの組み合わせでいきたいと思います。いずれにしてもダブルトリプルで当たる可能性もありますので、その点にも期待したいと思います。以上、桜花賞の予想でした。さて今週は阪神牝馬ステークスとニュージーランドトロフィーの予想動画もすでにアップをしています。またブログの方では土曜日曜の午前中の平場のレースと、土曜阪神準メインの京橋ステークス、そして日曜日の春来ステークスの予想をアップする予定です。そして先週の大阪杯ではジャックドルを危険な人気馬に指名しました。チャンネルメンバーシップの方では今週も桜花賞についての G1 限定情報を配信する予定ですので、そちらの方もどうぞご検討いただければと思います。また日曜夜は高知競馬でいつも通り19時半から一発逆転ファイナルレースライブをお届けする予定ですので、お時間のある方はどうぞそちらの方もお付き合いいただければと思います。それでは日曜夜の高知競馬のファイナルレースライブでまたお会いしましょう。